こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。企業からリクルーターをご紹介させていただきます。というメールが来て、返信したらお茶をしながらお話ししましょうと言われたので、とりあえず行こうと思うのですが、リクルーターって何なのでしょうか？こちらに回答していきたいと思います。結論、リクルーターとはフランクな顔をした採用担当者です。リクルーターメンターは、就活生が親しみを感じやすい入社1年目から5年目くらいの若手社員が担当し、カフェでお茶をしながら、あるいはランチを食べながらのような形でカジュアルな雰囲気で行われることが多いため、学生さんは本当にただのお話だと思っていらっしゃる方がいますが、実質的には先行となっています。一次面接や二次面接の代わりとして設定されていることも多く、ランチを食べながら、このカレー美味しいね。あ、佐藤くんは大学時代にどんなことしてたの？のようにお話っぽく聞かれますが、聞いているのはつまりガクチカです。リクルーターは学生本人と同じ大学出身の社員を割り当てるケースも多いので、同じ大学の先輩だと思って気楽にしてね、と言われて、正直株式会社〇〇さんと御社で迷っていて、のように本音で話してしまうと普通に落とされます。リクルーターを割り当てる人数は大学ごとに決まっている場合が多く、いわば高学歴限定の特別ルートです。ただ、リクルーターからしか採用しないという企業はほぼありませんので、リクルーター制度がなくても内定はできます。大学の知り合いにリクルーターがついたようなんですが、自分はリクルーターつかなかったからダメなんでしょうか？という方が例年いらっしゃいますが、そこは心配する必要はありません。リクルーター制度は、メガバンクや保険、証券やインフラやメーカーなど幅広い業界で使われています。特に金融系とインフラはリクルーター制度が活発に行われているので、志望業界がこれらの方で学歴が比較的高い方は、リクルーターがついた際にはしっかりと対策してから臨むようにしましょう。では今日は以上です。ありがとうございました。